香港の教育史、香港の教育史は、宋代の資料にまで遡ることができる。イギリスが香港の活譲を受けた当初、植民地政府、香港政庁は、教育政策の実施に積極的でなく、その教育政策は、植民地官僚の育成に重点を置き、イギリスの国威発揚に主眼を置くものであった。第二次世界大戦後香港の人口は急速に、 増加し、それにつれて教育の整備を求める声が高まった。香港政長は国際顧問による教育問題の研究を通し義務教育制度へと移行していった。香港返還後、香港特別行政区政府は教育制度改革に着手し、現在その方法をめぐり議論が続いている。記録に残る香港最初の教育機関は西記伝の力絵書院であり、 現在の関東省内の同規模の書院より早い時期に成立している。この書院は、北総の新市東府京が1075年に建てたものであり、新大の新安県市に、桂津の山、今、西紀元在建東南四十里、宋代東府京築緑英書院、高額をその下今始め市、小あり、と記録されている。東府京は、講義を行う以外に、 関東省の文史と交流を深め、また経典を収めた書室を建てていた。新書、香港は公衆不信案件に帰属していた。域内の平産、西木伝、上水、流薬等々の地域では、指定教育に熱心な地域であり、家居へ積極的に参加していた。彼らは地域に書室や学者、各種族の創病、家塾などを設け、 指定の巧妙パイをかけて、下挙合格を記念するなど、積極的な教育が行われていた。書院、書室の多くは、新海に設けられ、現在も当時の面影を残すものとして、西木田水東村の修王二校、書院、二帝書院、平三校、小村の近帝書室、小波根の全術書機室、大保大教の全喜び書室等が挙げられる。 また、家塾として用いられた指導としては、新田の林峰文庫祠、ら、八里の漁師宗祠らと各師宗祠、本ら、元明久村の投資宗祠、ら、上水の漁一万石堂、王流良港家塾と、王大鳥良港家塾等がある。また、香港島では、住民の多くが漁民と商人であり、大規模な学者の建設が行われ、 イギリスに活上される1841年以前、全島に5カ所の私塾が設けられていた。これらの私塾では一人の教師に多くの学生が支持する方式での教育が行われており、教師は直接学生からおさむきんと称する学費を徴収していた。講義の内容は中国の伝統的な教典であった。その後1843年までに香港島の赤柱、石廃湾 こうで言う、香港古島に八から十箇所の私塾が開かれている。香港の書院、書室は中国古代の教育制度により設立されたものであり、私塾の一部を成していた。これら私塾を開いたものは三種類に分類され、一つ目が裕福な家庭が招聘した家庭教師であり、家塾と称されるもの、二つ目が教師が自宅で教育を行った塾館や教官と称されるもの、 三番目が、地方の氏族が開いた私塾や義塾と称されるものである。講義内容は、初級と高級の二段階であり、初級課程では児童に文字と啓蒙教育を行うものであり、テキストとしては、三事業、百科生、千字文などが、高級課程では、四書五教が用いられ、各居対策として、八個文が学ばれた。その後時代の変遷とともに、 これら書院や私塾は次第に合村学校あるいは公立学校へと変遷していく。1841年、香港はイギリスの植民地となった。その初期はイギリスは香港において正式な教育制度は整備せず、個人と教会による教育が行われているに過ぎなかった。これは香港成長が資金と人材不足により、教育委員会とその後の教育局は、 実質的に、イギリス国教会のジョージ・スミスとロンドン選挙会のジェームス・レックにより運営されていたことに起因しかし1865年、教育支障が成立し、教育行政権を改修すると、旧来の私塾は香港政庁の資金援助を受け、また近代的な教育内容に改変されていった。この過程で、香港政庁は、英語教育を積極的に展開し、 香港人のイギリスへの帰属意識を保護させる教育政策を採用していた。最初に香港で学校を開設した外国組織はモリソン教育協会モリソンエデュケーションソサイティである。1839年にマカオで生まれ孫モリソン諸塾を創設し、1842年に諸塾を香港に移転させ、名称を生まれ孫諸院と改称した。 香港最古の英語学校であるが、1856年に教育事業を停止している。このため香港で現存最古の教育機関は1851年に開設された西英版の聖ホラ書院である。1841年から1858年の期間に香港に進出した西洋の宗教団体は6団体ある。モリソン教育協会と アメリカバプテスト教会、ロンドン宣教会、アメリカ改修派教会、イギリス聖公会、カトリック教会である。これらは、香港成長の支持を獲得し、教会学校を次々と設置、布教と牧師、神父養成に主眼を置いた教育を開始した。1877年、香港成長は、香港所管補助計画を策定、公費補助を受ける。 各学校での世俗教育が4時間を下回ることを禁止した。この計画により宗教重視の教育内容が改められることとなった。1896年までに香港の英語学校は100以降に達している。1845年、花民政務士は八校の中国語家塾に対し、香港成長により毎月10元の資金支援を提案した。 香港総督のジョン・フランシス・デイビスは、この提案をイギリス本国に報告。イギリス植民地省は、現地での教育事情の調査を命じた。これを受け1847年に、香港政庁内に調査委員会を組織、ビクトリア氏、香港後、赤柱の学塾の状況を調査し、その結果とともに教育資金支援を提言した。同年8月、 香港成長は準理士に委任し、花民政務士と従軍牧師による教育委員会を組織、学塾に対する資金支援と監督に従事することとなった。同時に、資金支援を受けるか塾を効率化する政策を実施、1855年には効率化を受け入れた中国語学塾を高科書館、あるいは国家技学と解消、毎月5年の補助金とともに、1857年には、 高科書簡測例を制定して監督した。1860年、教育委員会は、教育局に改編される。同年7月には、レック教育革新計画を施行、ビクトリア市内すべての高科書館を閉鎖、学生を中央書院に集め、ヨーロッパ人工庁による、英語教育の実施を行った。この中央書院、当時は、 国家対処員と称したは1862年に正式に開校、香港最初の公立中学が誕生することとなった。この学校の校長は教育局の計画のもと、香港各地の所管を監督することとなった。この二つの政策の思考は、成長が教育政策を重視し、また、公立学校での教育を通して青少年に強い、 影響ををを与えるる。こことと待ちししたことを意味してい1863年、香港成長は、豪村の所管を無償で貸し出す形で、地元住民に運営を委譲する。対象となった代表的なものとしては、東海院が1880年に開いた文部病技学などが挙げられる。1890年時点で、香港には6カ所の技学が設立されている。香港における、 専門教育の開始は1880年、当時の香港総督、ジョン・ポープ・ヘネシーの下で成立した委員会が中央書院を大学専科学校に改編することが検討された。しかしこの計画は大規模すぎ、また当時の香港で必要とした商業関連人材の育成の目的に合致せず、計画が実現することはなかった。その7年後、1887年10月、 何系は資材を投じて設立した宮尾霊志院内に香港西医書院を設立5年生の香港最初の専門学院を設立した香港西医書院は1912年に香港大学が創設される際に香港大学医学部として改編され現在に至るまた香港の英語教育もこの時期に制度が確立している1858年 教育委員会は、英語教育を推奨し、中国系住民とイギリス系住民間のコミュニケーションの向上を図り、イギリス人による香港統治の利便性を向上させる目的であった。当時の英語書院はすべて英語で教育を行い、英語教科書を採用していたが、これに加え、中国書院でも英語を必須科目とした。年に着任したヘネシー総督は、 その就任時に政治と商業上の必要から、すべての政府学校で英語教育を実施すると、初心表明を行っている。20世紀初頭、侵害革命と中華民国成立の影響により、大量の知識人と身長の官僚が香港に移住し、多くの中国語学校が設立された。これらの学校では中国語による教育を行い、中国文化を教授し、 また54運動による新市長が流入した。イギリス政府は香港の教育問題に関心を持ち、1935年5月にはバーニー、E. ーバーニー視察官を派遣し、イギリス国会に対し報告書を提出させている。報告書では政府は一部上流階級市場に限定した教育政策を改め、香港で多数派の中国人に対する教育の 必要性を解き、同時に中国語教育と初級教育の整備を提言した。香港政長は、英語教育とエリート教育を保持したままこの提言を受け入れている。また、民族主義の影響を受け、香港では、この時期から次第に、教育の現地化政策が取られるようになっていった。香港政長の教育の現地化は中国語学校の設立と、 中国語教育を柱としていた。1912年9月、教育局は、漢文教育組、チャイニーズ・バーナキュアレット・エデュケーション・ボードを組織し、中国語教育の発展と女性業務を通した、翌年廃止。また、1920年には、漢文師範学堂を開設し、中国語教員の育成に着手した。漢文師範学堂は、当初男子校であった。 女子に対するものとして1925年に久しりなし女子中学が開校している。1926年は、新海への教育普及が見られ、新海での小学校教師を養成する目的の、官立大保管分師範学堂。同年3月1日には、官立官文中学が設立され、官文師範学堂と合併している。これらの師範学堂は中国語による授業を実施していた。 また1913年には香港鍵専科学校の工人書院に漢文指示が設置され、これらを総称して漢文指示と称されたが、現実として漢文指示では人材不足から教員要請は順風満帆ではなかった。その後上述のバーニー報告書と1937年の裁判官リンゼルラによる委員会の提言により、1939年に 香港志士学院を設置している。漢文師範囲以外、一般人に対する中国語の教育機関の整備も、この時期を大幅な改善を見た。著名なものとしては、ユダヤ人カドゥーリーと新章の劉中白が開校した、ナるか書院、西南中学、民生書院などがある。これら中国語学校が大量に出現したことで、香港には2種類の中学制度が存在することとなった。 新外革命以降、中華民国教育部は633の教育制度を発布し伝統的な家塾制度を廃止した。1928年には、香港でも中華民国の学校への進学に対応できる、要633の学生が施行された。また同時に、英語学校ではイギリスの教育制度を採用し、四日課程を採用していた。また、 私立中学では1931年より、関東省教育庁の高級、初級中学の試験に参加できるなど、地位は特殊であった。この二重制度は1965年に、香港中学開校に統一されるまで存続した。また、香港の人口が急増し、統治機構の人材要請を行う必要に迫られ、同時に、中国内地の影響を強く受けることとなった。 フレデリック・ルガード総督は1908年に制し、日下藩書院の卒業式の中で新たに学を設置する意向を表明。1912年に香港発の大学として香港大学が開校した。開校当初は医学部と工学部のみであったが、後に文学部や教育学科などが次第に整備されていった。当時の主な教授は外国からの招聘教官であり、 中国語学科の身本寺山等の家人が登用されていた。1911年に交付された香港大学道の利明では、香港大学は香港政庁ではなく、イギリス政府に直接帰属すると規定され、学長は総督が任命し、実際の職務は副学長が担当、理事会によって、意思決定がなされると定められている。開学時は、イギリス政府は、 年間300ポンドのみの財政支援を行い、建築費用は各界の寄付により資金が調達された。大学は多くの官僚を排出している。この時期に整備された教育関係の法律としては1913年に成立した1913教育条例がある。これはすべての補助資金や私立学校は香港政庁の監督を受けることになり、 違反者には罰則を課すものであった。太平洋戦争が勃発した直後の1941年12月25日、香港総督は日本に降伏した。日本統治の初期は軍政が敷かれた。1942年2月日本による占領統治機構が成立したが、太平洋戦争中でもあり、占領当局に教育の発展に振り向ける余力はなく、 香港域外への人材流出による教師不足もあって、香港の教育は停滞する。そうした状況下ではあったが、占領当局は、香港における教育目標として、応答は共栄権精神の専用、日本語教育の推進、短期専科学校の設立という三大目標を掲げた。専門的な人材の不足への対処として、占領当局は、香港に 多くの専科学校を設立した。軍政開始後から続く教員不足問題を解決するため1942年には教員講習所を開設した。1943年3月には会員要請書、公開課及び機関課を設置し、日本軍の海上輸送に従事可能な人材育成に着手している。その他同年5月には日本語教員育成を目的とした。 日語教員講習所を設置、10月には農業監督者を育成する目的の農事練習所が相次いで開校している。また、占領直後閉鎖された各種学校は民生に移行した1942年5月に、光化、西南、治業、新治む、港京、小東、鍵里市、霊卓、かひと市、西保六、土川生、急流包み、 特定、のりやき、聖ホラ女校、聖メリ、聖類各工芸員、香港語児童工芸員、中国児童書院の20校で授業が再開された。授業内容に、週4時間以上の日本語が必須になったほか、英語の授業が廃止され、イギリスの教育制度に代わり、日本の教育制度が実施されることとなった。これら香港の教育行政を実施するため、 1943年に民事部に文教課が設置され、初代課長に長尾正道を任命、同時に私立学校規則と日語講習所規定を制定している。戦前の香港における最高学府であった香港大学及びラフ国師班学院は1946年まで授業が停止された。また、日本独自の学校としては百四十三年五月に、 東和学院が現在の西英版に設立され、政府機関や金融機関、商業関係の人材育成が行われた。1945年3月、文教科は第一科と改編され、副館長長が課長に就任したが、間もなく終戦を迎え香港はイギリスが、統治権を回復し、日本の教育制度は全廃された。1945年、 香港がイギリスに返還されると教育事業の再建が行われた。しかし戦後の混乱と国境内戦により中国から香港に大量の避難民が流入したことで十分な教育を実施することができなかった。香港政庁は1947年に学校応種規則を施行し学校管理を強化させ、また1950年には10年建て校計画を発表。 10年以内に十分な小学校及び中学校を整備する目標を掲げた。これら香港成長の施策のほか、戦後の香港では民間団体も教育事業に着手している。慈善団体、宗教団体、労働者団体、同協会などが中心となり、理学や識字班という教育施設を開設し、無償、または極めて廉価な学費による教育を実施し、 青少年に教育機会を準備した。またこの時期には私立学校や親北京の左派系の学校なども次々と新設された。1950年代になると香港の人口は再び急速に増加。それに対応すべく1951年12月に小中学校の整備計画を発表した。この段階ではイギリスの影響力を全面に出した。 英語教育を重視した内容となっている。続いて1955年8月には、小学広務点的7年計画を発表、小学校を大規模に拡充する施策を実施している。1965年6月に発表された、香港教育政策白書によれば80%の児童が政府が支援す、小学校に通学し、約15%の小学生が、 各種中学校に進学すると報告されている。1970年10月、デイビッド・トレンチ総督は、市政報告の中で小学校を義務教育化することを表明、同時に入学令を制定し、児童を就学させない保護者に対する罰則を設けた。公認のマリー・マクレホース総督が就任すると、中学校までの義務教育化が推進されることになり、 1977年10月5日に9年間の無料教育が実施され、中学入学の際の入試が初めて撤廃されることとなった。このように小中学校の教育制度が整備された香港であるが、高級中学以上の高等教育に関しては1990年代以前は非常に限定されたものであった。 この時期の新たな高等教育事業としては1951年に開設された香港中文大学が挙げられる。アレキサンダー・グランサム総督がケスウィックに委託して香港の高等教育に関する調査を行った結果に基づき設立された大学である。1950年代に香港では香港新海学院などの高等教育機関としての戦場学院が設立されていたが、 大学と称するに不足する内容であった。1959年、ロバート・ブラウン・ブラック総督がフルトンに香港を視察させ、その結果香港大学に注文部を設置するよう提案されたが、この提案は香港大学側から拒絶された。そこで中国語書院である、深夜書院、高敷学院、連合書院を統合し、中文大学として組織することが経営された。 中文大学の設立準備は1961年6月より、乾燥高市を中心に着手され、1963年10月17日に正式に開校した。高級中学は1977年に、高中及び戦場教育聖書を発表し、進学率を50%に向上させ、1978年10月の 高中及び戦場発展白書ではさらに進学率を60%に向上させる計画が提出された。またこの時期は、香港史上初めての市販教育及び職業教育が整備された期間でもある。香港成長は1951年9月に、クズ、両広市市販専科学校が設立され、小中学教員の育成が行われるようになり、 1960年に、なるとさらに、柏立わりつ市販選科学校が設置されている。職業教育では1957年12月に1937年に、成立した香港工業専門学院くれない、に新校席を建設、1972年3月24日に、香港理工学院と改編された。1974年の教育白書により、 工業学院の新設が政策方針と決定されると、1969年に成立していた、マリシンさん工業学院以外に、教育支匠は1975年に、青井友工業学院及び貫筒美工業学院を、1976年に、高括強工業学院を、1979年に、エリ工業学院が、 また、香港訓練局の提言のもとに1976年8月17日に、建造業訓練局が10月19日に、製意業訓練局が新設された。香港の主権以上に際し、中英両国は外交交渉による香港問題の解決で合意した。1984年、両国は中英共同声明に署名し、 1997年7月1日をもって中華人民共和国に香港の主権が移譲される子が決定した。これより香港返還の過渡期に突入し、香港の教育も例外ではなかった。この時期の香港の教育制度は、専門教育と教育行政の面で大きな発展を遂げた。1981年6月、香港成長は、 国際顧問団への参考資料として、香港教育制度全面検討という報告書を作成、さらに顧問団は、香港の教育実情を考察した後に、香港教育投資という報告書を提出した。内容は、斬新さに欠けるが、香港の教育政策に対し可視的な評価が行われたことで教育界の公表を獲得し、香港成長もこれを採用した。 1970年代末の9年間無料教育制度実施以降、住民の教育に対する要求は相対的に高まり、高級中学への進学率が継続して増加した。公立学校の統計では1978年に発表された教育白書の60%の水準であったが、多くの学生が中学3年終了後に私立学校へ進学するケースが増加し、 1980年には、すでに90%の進学率を実現した。また、香港成長の教育等、光る委員会の統計でも1983年の、高級中学への進学率は、学費の公費補助の影響もあり 84.、84.6%を記録、高級中学教育が全面的に普及した。しかし、高級中学への進学熱が高まるに従い、 余下及び大学進学との間に深刻な定員格差が生じることとなり、1981年には大学の定員は該当年齢層の2%を満足させる定員数でしかなかった。1978年の白書によれば10年間での高等教育定員は年間3%の増大が限界であり、その増加率は非常に緩慢なものであった。 1980年代中期、香港成長は、高等教育への予算配分を行い、2000年までに定員率を14.5%に増加させる政策を示した。1988年、香港総督のデビット・クライブ・ウィルソンは、市政報告中で高等教育進学率向上を掲げ、14.5%の目標を1994年に前倒し、 2000年に18%を達成することを掲げた。1989年の64、天安門事件後、香港総督は2000年の高等教育進学率18%を1994年に前倒しさせることを宣言した。当年の進学率はわずか6%であり、5年以内に進学率を3倍とすることを目標とした。目標実現のために、 香港政府は大学2校ので学士定員を増設したほか、香港科技大学を香港3番目の大学として設立した。1980年代末の急速な高等教育推進政策は一般的にビジネス界と政治的な要により策定されたものと考えられている。ビジネス界は中国返還後に人材不足を恐れ、人材育成を 香港一致で育成すること希望したことと、天安門事件の事件の結果民主主義の発展に、高等教育は不可であると認識され、これらの政策が実施された。1993年、香港理工学院、城志理工学院、香港新海学院が大学に昇格、これらの政策により高等教育の供給過剰の問題が生じ、 大学の教育水準の位置及び卒業生の進路等の問題が発生し、この1990年代の問題は現在も解決されていない。また注目すべきは1980年代に職業教育が相当の発展を見ている事実である。1982年2月、香港訓練局は職業訓練局と改編され、その下部組織として 香港同行どころの職業訓練部門、主に職業訓練中心学と訓練計画と、教育所の工業教育部門、主に工業学院が合併し工業教育及び訓練所が設立された。ショック訓局は、その後基存の5校の工業学院を基礎に、1986年に創立した田室門工業学院と、砂田工業学及び1988年創立の、 芝湾工業学院を工業学院に昇格させた。また1984年10月22日に、香港上司工学院が開校している。芸術関連の人材育成では、同年香港遠芸学院を設置している。1990年11月22日、教育等、光る委員会発表第4項報告書、その中日下げ、至る量、学ぶ集目標及び、 目標違本評価、トトラ的権威、ため1990年代、教育政策的一大葬儀。財権威推で後、教育所計画財20件小学振興試験。ただし特で適長指3分の一的学校認ため、計画未処理層、教育所、推提供支援。元ため教育快適巨大反響、教育所、財1993年4月23日宣布を死後、 計画、波成立、順委員会。1994年10月20日、教育諸行水行、目標違本課程、TOC 的時間表、決定1995年災在七70件、小学的1年級試験、波を2000年9月卓点、至る性故障学会談。教育会体社固計画意見なおさ、人多、認ため計画大教学波没,没有多大的改善。 成田が、開花教師的工作量、要求水用教育改革。在教育決策方面、閉国最古問団的権威しかも成立的教育等、光委員会、改良一さ70年代末以来教育会的、反政府情緒。1986年立法局改祖、首継出現優先巨性的代表、教教主席史とかもとこの代表教育会。 新梁政府加工、港府五来皿認多新入共闘会。イタリ1990年代、政党的影響力故式たるコ次大、天領政府、カズナを依頼対教育的主導性。政党化も、左右立法局的討論、並利用財政問題改め変教育政策的、方向、1991秘決進展中学参加、直接指示計画、おさむぜこ高おれ 同時、政党なり、カモットオカリッポ局獲得大量的政府政策士、人、在用有権利は私人的優勢化、政党大教育政策的影響周期上態。1997年7月1日に香港は中国に返還されたが、香港特別行政区基本法に基づいて、港人地港高度自治、香港人による、香港統治、高度な自治が行われ、 変換前の教育制度の実施や発展も保障をれた。当県下行政長官は、毎年行われる市政報告において、教育関連の政策や措置に多くを割き、教育改革を推進した。当県下の教育改革案を実行するため、教育統括委員会、教育等、光委員会は1998年に、具体的な検討を開始し、 翌1999年には段階的な諮問文書の公開と意見収集を開始した。同意委員会はまず1999年1月22日に21世紀における教育の青写真教育制度の検討、教育目標と題する諮問文書を発表し、21世紀における香港の教育全体の目標や各学習段階の目標を提案た。これは、 返還後の香港政府が最初に提示した諮問文書であり、教育界や社会からの反応も大きく、概ね肯定的であった。同年9月22日、同委員会は諮問文書への意見集約を行った後、第2段階の諮問文書、教育制度の検討、教育改革に関する提案障害、学習普段の努力を発表した。社婦文献主要権利。 ミノルセ9年1巻、大直路普及基礎教育、合併開校数高校、取り消し分離文化、取り消し学能る印、大学互い通り学文等。イタリ2000年5月8日、共同会継続発表第3階段的、資準文献、教育制度権打ち改革法案、創造空間追求卓越、明確定質量改革学生加工、家庭、 教革方法は学習会談区組設接的権利。新日保推進教育改革。経過3個会談的基準、共頭会を同年9月28日発表。香港教育制度改革期。中心学習前人発展報告書。も、基礎教育ため革新提出9個。重点改革項目。包括小一は中等潮学規制。も、及び高中は大学学生改革。 しかもその仲裁ため葬儀的、おさむぜ学校稼働語源的問題量。港不送会期書期便協調保護教学、要在1998年全面落ち実る、ただし順元一差、学校向き教学語源指引表審委員会申請、かつ面、百件中学立ち至る、要求科目継続運用英文位教学語源。しかも同時野二24魔中学を支配。 その中に20件上訴、期間批評審議不公平、欠乏透明度、波作出講義。1998年3月13日、20件上訴中学的、その中14馬独自化、特許使用英文教学語源的中学数目114馬、その予算百多官中学即必使用母語教学、波承諾3年5件打ち。風、3年期。 三つるごみ客船舶のベチ三年再作権打ち、イタリ2003年権打ちなお見返し、最終祭打ち、ミノル財2009年振興権打ち、保護教学的政策、対来不詳問題、その仲裁ため、明らち的是評句事公王、えひじ使用英文作教学語言的中学、在社政策中彷彿、清涼名校、課長不変ついささげ謝類中学、も、 死女入り特英文中学ため栄え。この外、教育界普遍なりたい母語教学的、誠意さお意見文、優作人ため、母語教学の科教学生学習的能力、優作速単身政策下香港学生的英文、水平化優所加工。2003年8月、中学開校おっぱなし棒、中中性わずか、有10%高小雨進歩、そのあまり即決刑。 激発社会大規模対保護教学未納被下げ賞英文水平的討論。この外、教師語文能力評価区、俗称基準未、適水量な臨機健全大波、教育等、光る極在2000年5月根拠教東海を1995年12月、発表的、第6広報告書中提出的、ため所有教師定定基本語文水準政策、規定無定。 通る法教師公会、おこりき教師連習講義はまかり無加工、波組織有業集会。京都局局長在長取り教師は他コ教育。断定的意見後、県内修定有責政策はそせ、波延べ至り2001年3月正式許業基準未。その後的基準未。特別税文化、合格率普遍変定。しかも未達標的教師則必須在2000を、2006年度たち、表。 被測をさむ海面臨朝食、人至る失業。社交講師、非教師、門講にため入りたい年長的語、文教師、しかも説、天領教師的圧力自社会人士は、教育会人士なり非評講師透明度定、大中小学的語文教師、一等切れ。在学生方面、港踏又計画さねゆき、334学生、即初中3年、高中3年、 大学4年陰謀学生改革、タコ新高中科目なり会同時推で、ただし教育会、単身会生語的進化帝王密必のおとも海外、中学必要証小説期、しかも国際館なりなおみゆう一個普遍通行的、あずか、文太のむ標準、使い将来学生至る海外小学時可の、海有人受精的問題、港踏また鼓、つとむ各大学副学士課程、 根拠2001年的、統計、発見高等院校的副学士課程、高級分、頼む課程はその他非学位家庭的学生総費と数、大立ち13,213人。ただし、現時的学士学くらいただいう800多個、かとも副学士必要性報読、なりれい教育会単身副学士学生小学書、偶至る的便携問題。ち以上葬儀外。 小半教学、教師工作量、大学合併、大学資源、有質教育基金的新費、等々、人種で激烈的討論議題周期は無なりぜもと、ため特区政府水業教育改革的補閥すぎ、旧、規制なお、未完全、しかも交付なり未有十分、死及び、解決とも教師の間的矛盾、しかも造成的。在会期後、教師もとため圧力課題時自治殺的。 案件なり控え既然的比率要項。繁栄量境界心ほど対教師的法大影響。財のぼり語的非行。教育なおさぜ特区政府要面体的重要課題。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。